消えちゃった。手下どもをこの塔に送り込んでやったんだ。ここの主の力試しってところだな。なかなか力のある魔法使いらしいから、俺のボディーガードにしてやろうと思ってな。なーに、どんなやつだってハートレスにしちまえばこっちのもんよ。ハートレス？おうよ、マレフィセントという魔女がな、心の闇から生まれるハートレスという魔物を率いて世界を征服しようとしてるんだ。その魔女に俺は借りがあってな、こうして世界を回ってハートレス軍団を集めてるってわけだ。分かったかい？じゃあ行け、俺忙しいんだ。ただでさえ遅刻だってのに。そんなことやめなよ。誰だお前ら。お前ら、ビート、なんでお前らがここにいるんだ。こっちのセリフじゃ。知り合い？昔僕たちの世界で悪さばかりしていたんだよ。だから王様が異空間の牢獄に閉じ込めたはずなんだけど。グハハハハ、聞いて驚け。そこで魔女マレフィセントに助けられた俺様は、お前らの世界、いや全ての世界を支配しようって計画を立てたんだ。もちろんマレフィセントと組んでな。マレフィセントね。何がおかしい？マレフィセントの魔力はな、いないよ。に？マレフィセントはもう倒されちゃったよ。なんだって？お前らか。お前らがやったんだな。まあちょっと邪魔しちゃったかもね。ハートレス軍団来い。許さねえ。このピート様の邪魔をする奴は誰だって許さねえぞ。なあピート様、この塔には誰が住んでるんだ？誰ってお前、イエンシドってじいさんだよ。今頃はハートレスってなもんだ。イエンシド様はここに？王様のお師匠様だよ。うわ、すごそう。ハートレス、ハート
police after this. So I will die never to die. だから僕たちの出番なのかな。世界は平和になっていないってこと。お久しぶりです。こんにちは。そうだ、失礼だぞ。そなたが空か。はて、王には会ったのかな。会いましたけど、全然お話できませんでした。大層忙しいようだからな。さて、その王の代わりに私がお前たちの世話をすることになった。大変な旅になるだろうから、しっかり準備しておかねばな。旅ってもう決まってるんですか。俺、友達のリクを探し出して一緒に島へ帰りたいんだけど。分かっておる。しかしどうやら全てはつながっているようだ。そなたは島へ帰ることができるのか、一人で帰るのか、友と帰るのか。はて、その時島はどうなっているのか、全てそなたという鍵でつながっている。俺が鍵？キーブレードに選ばれし少年よ、そなたが光の扉を開く鍵だ。この本には旅に必要な知識が記されている。じっくり読んでおくがいい。本を読み終えたらお前たちの敵について話そう。それより、どうして世界にはまだハートレスがいるの？そなたたちの働きによって、大いなる闇から大量のハートレスが溢れ出す事態は避けることができた。しかし、
ハートレスはもともと世界に存在している心の闇が具現化したもの。数は減ったが、心に闇がある限り完全に消し去ることは難しい。じゃあもし心が光であふれれば、ハートレスはいなくなるんですね。ではお前たちが戦うであろう敵について話しておこう。もしドナルドが自らの心の闇に敗れてしまうと、心なき者、ハートレスになってしまう。これは良いかな？ハートレスは相変わらず心を求めてうろついているから気を抜いてはいかん。さて、良くも悪くも強い心を持った者、強い思いを持った者がハートレスになると、残された抜け殻が意志を持ち動き出すことがある。これがノーバディだ。心を奪われし鬱は、魂の存在、消えゆく肉体、いや、存在しないもの。感情的に動いているように見えるが、実際は心があるかのように振る舞っているだけだ。奴らの言動に惑わされてはいかんぞ。ノーバディ？存在しないもの。さて、このタイプのノーバディはダスクと呼ばれている。ノーバディの一般的な姿だな。これ以外にも大きいものや特別な能力を持ったノーバディがいるから注意が必要だぞ。よいか。通常のノーバディどもは数が多いので厄介だが、所詮はただの抜け殻。悪さはするだろうが、ほどなく闇に溶けてしまう。しかし、彼らはノーバディの中でも特別な存在だ。13機関と呼ばれる組織を作り、他のノーバディを統率している。13機関。本能的に活動するハートレスとは違い、ノーバディは統率され、何事かをなさんとしているようだ。しかしその目的は見当がつかん。王は世界の危機にいち早く気づいて行動を起こした。闇の世界のキーブレードを見つけ出し、扉を閉じた。そしてなお、ハートレスと戦いながら13機関ノーバディの目的を探ろうと世界を駆け巡っているのだ。じゃあ早速王様を探しに行こう。どこにいるんだよ。それが最初の目的だね。うん、王様ならリクの行方を知ってるはずだしね。アンセムを倒した後、二人は一緒に闇の世界に残ったんだから。さあ、奥の部屋で新しい服に着替えるがよい。それでは小さすぎて窮屈であろう。服にはうるさい三人の妖精を呼んである。新しい服を用意してもらいなさい。ずいぶん大きくなったよね、ソラ。
俺たちとリクと王様、13機関がどんな奴らだって、目的が何だって、5人、いや6人で力を合わせれば怖いものなしだよな。グーフィー、さてさて、新しい衣装決めなくちゃね。私に任せてちょうだい。そんなんじゃダメよ。二人とも分かってないわね。やっぱり最初のがいいわ。ちょっと、何するの？これよ。もう何でもいいから決めてよ。いいわ、三人で一緒にやりましょ。恨みっこなしよ。あらあら、これはなかなか。そうね、キリッとして見えるわ。これはただの服じゃないのよ。すごい仕掛けがあるんだから、それを取ってみて。さあ、変身よ。わあ、すごい！二刀流だね。今までの倍大変ってことね。その服はまだまだ力を秘めているわ。新たな能力はあなた自身がこれから引き出すのよ。うん、分かったよ。ありがとう。ユンシッド様からも贈り物があるみたいよ。やった
レシピだ。じゃあ、行く？これこれ、まあ待ちなさい。そなたたちの活躍のおかげで世界は今元の状態に戻っている。つまり世界をつなぐ道は消えてしまった。終わったよ。心配するな。王が言うには、世界はそなたたちに新たな道を用意したようだ。その道はゲートを開くことによって使えるようになるはずだ。ゲートを開く方法は私にはわからん。しかし空のキーブレードが教えてくれるらしい。剣が光を放ったらグミシップに戻るといいだろう。目に見えぬ心のつながりのごとく、離れ離れになってもすべてはつながっておるというわけだ。心がつながってる。その通り。了解。しかし気をつけろ。闇に救う者たち、ノーバディ、ハートレスは闇の回廊と呼ばれる道を使って世界を渡り歩く。その回廊とゲートをつないでしまおうとする動きもあるようだ。欲張りだな。さて、私の役目はこれでおしまいだ。行きなさい、ソラ、ドナルド、グーフィー。皆が待っているぞ。よし、出発だ。レシト様、どうもありがとうございました。ソラ、久しぶり。今回もグミシップのサポートをするチップとテールだよ。よろしくね。一個だけ？そんな。でも知ってる世界みたいだよ。戻っちゃうの？早く先に進もうよ。